本物の堂島の竜やったんや。桐生は竜神、近江と東条が五分の杯やった。八に平野九一の間違いとちゃうんか。お前何しに来た。お前は執行部の人間やない。ああ、何や。俺を覚えているだろう。知らん。お前に5年前はめられた堂島宗平の息子大吾だよ。知らん。チュートルやろが。杯なんて関係ねえ。俺はお前に借りを返さなきゃならねえんだ。雑魚なんぞ覚えてられるか。邪魔やねえ。そこで寝とけ。どないする気や。やれ。何をする。どういうことや。お前ここどこだと思ってんだ。何言うてまんねん。近江連合の本部だぞ。そないなことはわっとりまんが、わしらはクーデターを起こしに来とんのやから。なんだと。今は東条会さんにうちの親父と話させるわけにはいきませんねん。杯なんぞ交わしてしもた。わしの計画がパーや。お前の狙いはやはり戦争なのか。そうや、西と東の大戦争。それこそがわしの狙いや。それともう一つ。俺か。その通り。あんたの首や。我がその価値があるか試させてもらいますぜ。さすがでんな。昨日よりも迫力あるわ。やっぱこれぐらい強ないとやりがいがないってもんですわ。何さらすんじゃ悪い。お前の好きにはさせねえぜ。俺との勝負が先だろうが。キリュウさん、悪いが、こいつは俺がやる。あんたは郷田会長。わかった。意外にやるやないか。
目言えろ。そないに死にたいんだ、先にやったらやないかい、ボケ。待てや、キリュウ。
ほう。Oh.